こんばんは。こんばんは、こんばんは。やっほー。こんばんは。すごいなんかメールあぶり出しみたいになっちゃった。そう、皆既月食だよとか言ってる人は。さては見てないなってなっちゃってる。あぶり出し自然となっちゃってる。下手なことは言えませんな。こんばんは、こんばんは。かね、忙しお仕事忙しくてちょっと見てないとかかな。まあ、見るのがね当たり前でもないから。こんばんは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 、こんばんは。こんばんは、こんばんは。こんばんは。あとちょっとね。ちょっとお疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。ね、もう10。こんばんは。見ちゃったかな。あ、やだ、メールしてなかった。結構前から決めてたのに15分って予約してくれ、予約見てくれた方は予約は見た、ありがとう。忘れてた。あらあら、予約見てた、ありがとう。もう予約してね、もうみんなに教えたつもりになっちゃってた。ごめんなさい。うるうる。まあでも通知とかでね来てくれてるかな。ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。こんばんは、ゆびりんが7時15分をお知らせしまーす。ということでですね、そう、今日はメールでももう写真を送ってるんですけど、はい、皆既月食をがもうね、今私の配信開始と同時ぐらいで
もう全部隠れたかなぐらいだと思います。はい、もう見てる方も今見てる？今見てる？見てる見てる？見てる？私はその多分隠れたと同時に配信を始めたので、ちょっと隠れてるのをまだ見れてないので、一旦月食休憩を挟みます月食休憩を挟みたいと思います。見てたら寒くなったね。お外寒いから本当に暖かくしてみてね。見に行ってください。ありがとう。そう、あのね、15分から始めたから、でね、そうなの、1時間今日あるんだよね。皆既食の終わりが8時40分とかなんで、全然ね時間ある。最大がね19時59分頃、8時前とかみたいなので、じゃあ15分から始めたから、そうだよね、なんか切り1時間で切らないとちょっとわかんないことになっちゃうよね。だから、20分から始めたいから、そしたら10分か15分か10分か、もうちょっと見たい。そう、なんか私が配信してたみんなもなんか月ね、月に集中できないから、そう、もうなんかお部屋の電気全部消してちょっと月に集中する時間を作りましょう。だから、そうだね、8時おかゆが裏返って8時、そしたら10分まで配信します。8時10分まで配信して、8時20分、あ、天王星の、そうしか今それも見たいな、ちょっと待ってね。ほんとだ、はあ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 、なるほどね、そこも見たいな。なるほどね、皆既食の終わりと同時ぐらいで天王星が入ってくるの？そうなの。だって。肉眼では見えないかな。おっと。そしたら10分間休憩で、8時10分までやって、8時20分から配信します10分間月食休憩を行いたいと思います今お外見られるよって方とかいたら、お外ね見ながらぜひ配信、
今日聞くだけでもいいかもね。画面全部消してですね。はい、私もちょっとここからだと 見えないので、ちょっと月食休憩を取ります。はい、みんなもちょっと配信あるから月よりって思ってた。そう、次の月食はね1年後とかだからね。月見えるのは322年後。あ、それはなんか天王星が関係する話だから、そういうなんか400何年ぶりとかいうのは皆既月食がじゃなくって、天王星とのその天体のやつがだよ。そう、月食はねあるからね。はい、そう、一見このね月食がって一瞬思っちゃうけど、そうそう、月食はねまた来年もあるよ。来年も一緒に見ましょうね。確か来年9月とかだった気がする。来年の月食は2025年って、私来年だと思ってた。あれあれ次の回期月食は2025年ってことは来年だって思ってた。え、そっか、めちゃくちゃ見ない。時差が、皆さんとの時差が生まれちゃった。確かにそうだよね。通りで七並べとか配信でやってもちょっとラグが生まれるわけだ。なるほどね、うんうんうん、3年後にまた見られるんだ。そう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 、なんか天王星がってなると本当にあと300年後ぐらいなんだけど、皆既月食はね3年後です。2025年にあるの、また、うん、ねえ、だって暗闇のねリリースの日もね皆既月食だったんだよねえ。暗闇のリリース日も夜皆既月食で、夜真っ暗になっちゃって、そう、まさに暗闇だねって言ってた。そう、宇宙も応援してくれ、お祝いしてくれてるねって言ってたの。そう、なんて神秘的な、そう、なんて神秘的なでしょう。いいよね、懐かしいな、懐かしいな。それはすごいな、そう、すごいのよ、本当に素敵だよね、うんうん、そんな感じです。玄関から見れました。あ、いいね、ワクワクしちゃうね。私も完全に隠れてないやつとかを写真いっぱい撮ったんだけど、あ、ということで私毎日アイドル7日目です。イエーイ、やったやった7、やったやった、1週間
1週間毎日アイドル、イエーイやったやったね。あ、お祝いありがとうございます。イエーイ、やったやった。ありがとうございます。なかなかねえ、1週間やった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 。皆さんに、そして毎日アイドル7日目ということで、ということで早速のお知らせがあります。毎日アイドル今日で終わりです。明日は配信ができません。また一からよろしくお願いします。また1週間続くといいな。そうなの、申し訳ない、なかなか毎日できなくって違法、そう、ごめんね、北はできなくって申し訳ないです。まあでも、あさってはできるかな、歌番組の後に。どうだ、あ、チケットがあるのかな。でも私別にね、続けようとね思ってないからね大丈夫だよ。でも一応見てみよう、これどこで見れるんだっけ、チケット。あって顔して、あ、一個持ってた。なんでだろう、残念そうそう、なんかチケットこれね使わないとかできないんだよね。そう、私ねあんまりね、なんか自分向いてなくって、そういうなんか毎日続けることとかってすごく向いてなくって、だからね、できればなんかそういうのなくていい人なの。続くのかー、なんかさあ続くかもしれないです。もしかしたら、もしかしたら、もしあさって配信ができたら毎日アイドルが続くかもしれません。へえ、そっか、しあさってはできるのかな、なんだろうな。あ、はい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 、あ、はいはいはい、これだけど、これがこれの日ね。あ、次の日が、あ、はいはいはい、あ、はい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 、で、この夜が、はい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 、んで、あ、これさ、夜チケット使うと継続になるの？そう、チケット使うとね継続になるんですよ。そうなの、チケットはね勝手に使われちゃうんです。こう、使いますか使いませんかとかじゃなくってね、勝手に使われちゃうの。そうなんです。あ、すごい、うちのお母さんのアンドロイド画質の全然、あ、でも綺麗
アンドロイドをこれバカにしてるとかじゃなくって違うんですよ。これはなんかアンドロイドの人全てを今敵に回した感じになっちゃったんですけど、違うんですよ。これはこれには訳があって、うちの母さんはちょっとあまり画質が良くないんですよ、携帯のが、皆既月食の写真を送ってきてくれて、すみませんって、いや違うんです、こちらこそすみません、そういう意味じゃないですよ。ちょっとね、そう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 、あ、毎日配信10日未満だと使用されないみたい。あー、そうなの？いや残念だな、それは残念だ、それは残念だ。ということで今日で終わりです。配信ありがとうございました、ありがとうございました。残念残念残念だね。1万日ぐらい行きたかったですね。でも私一応ね365日行ってるんですよね。1回365日行って365日でやめました。もうそう、あまりやるとなんか自分は多分そういうのがね、時間の使い方だったりとかあんまりうまくできないから、そう本当に忙しくなっちゃった時に15分できないっていう日がいっぱいできちゃって、そう朝も起きないしそうなの。だからねえ、自分には向いてないので、あんまりそこはねやらなきゃみたいなのはないです。ないからね、逆にこう私が配信してちょっと無理してないかなとか思わなくっても全然大丈夫です。はい、大丈夫だよ、お腹も言ってる、大丈夫だよってです。そうそうそうだね。あとはなんかそうちょっと体調が悪いのにとかだったらね、絶対休んだ方がいいし、なんかねお仕事休んでるのに配信やるとかは違うもんね。うん、だからなんだろうな、そういう変にプレッシャーとかなってないといいな。無理してもらいたくないとみんな思ってた。そうだよね、そうちょっとだから私はその言葉に甘えさせてもらってます。はい、甘えさせてもらってます。みんなもだから配信はねあんまり無理して見なくていい。逆になんかメールは見てほしいし、メール見てなかった、メール見てないのってなるけど、配信は別にね、なんか今日重大発表がありますとか以外は本当になんともない話してたりするので、みんなもねあんまり無理しないでね、見てほしいのは見てほしいけど、そりゃ、一緒にね時間過ごせたらそれは嬉しいですけどね。
こうその月食タイムありますってメール限定。20時10分に終わって20時20分からまた配信します。月食休憩もらえるのショールームぐらいで、ね、お仕事でもらいにくいよね。あーとみんな気をつけてね、天体撮るときとか気をつけてね。あのね、気をつけてね。建物映りすぎるとバレるからね。本当に自分なんかって思ってても誰が見てるかわからないからね。そうだからね、こう部屋から月見えるじゃんって撮ったやつとかも、そう、建物から写真撮ってるってなっちゃうとおうちバレちゃったりするから、もう私はもちろんなんだけど、なんか自分別になんか有名人じゃないし芸能人じゃないし、いやって思ってても分かんないよ。そう、本当に何があるか分かんないよ。おじちゃんに需要はないか、いやそれがもし生かして人が目的じゃなくって、例えばお家のお財布だったりとか、なんか自分じゃないかもしれないか、みんななんかこう自分は大丈夫とか思っちゃダメだよ。そう、だから気をつけてね。私も建物はねあんまり映らないように。じゃあ指に建物落として、そうだから私は建物はね映さないようにしてる。私もだって広島で建物写ってる写真とか見るとこの辺かなって普通に分かるから、土地勘あるとね普通に分かるからね。そう、個人情報注意。そう、個人情報注意。そして個人情報は悪用されない守りも必要だし、悪用する側もね絶対ダメですから、それはなんか悪用する方が悪いから、こっちが守るのはもちろんだけど、そうだからね、人の悪用もしない、自分の情報は守る、一緒に守りましょう。地面のタイルとかでも場所ぶれるとき、そうそう、だから私あのマンホールとかあまり映さないようにしてる。なんか別にどうってことない普通の道とかで、なんか今撮った写真じゃないとかだったら全然なんかそこに私がいたとて別にどうってことないときとかは手で載せるけど、そうマンホールとかもね、マンホールから分かったりするから場所が、そうなのだからね、
マンホール。マンホール。もしかしたら月の写真載せて、この月の写真の角度はとか将来なるのかな。この月のこのクレーターが見えるってことは、この経度何度、はい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 みたいな。月で特定される日が来るのかな。どんどんスマホの画質が良くなってって、だってどんどん画質が良くなってって、どんどん繊細に情報がね、出てるじゃないですか。だからこそ私たちはせっかく綺麗な画質で撮ったのに全部モザイクかけたりとかするし、そうアプリでちょっとぼやかしたりとかするし、そうどんどんね、拡大してもさ繊細に映ってたりするじゃん。だからさ、いつかさ月をさ望遠鏡とかじゃなくって、もう iPhone 拡大したら月のクレーター見えるみたいな感じの時代がね、来た時にすごい、もしかしたらそういう犯罪もあるかもしれないから将来気をつけようね。もうさ月のクレーターにまでさモザイクかけないといけないのかなね。なんかあでもさ時間によって変わるからさ、それをリアルタイムで載せなかったらさあんまりわかんないのかね。月の見え方って時間によって変わるからさね、わかんないね。それはそれはないか。よかった。じゃあ皆さん未来永久に月をアップしてください。月、あ、福ちゃんの土地が見えるか。確かに確かに見えるかも見えるかも。ねえ、あ、写真の撮影時刻のデータ。ああ、確かに確かに。なんか言うよね、写真って iPhone の写真でカチャって撮ったらそれだけでどこで撮ったとか何時に撮ったとかっていう情報が全部写真に入ってて、でも Twitter に載せるときってなんかね、それがわからないようにもできるので、そうそう。でもただなんか普通に乗っけちゃうと、そう、家で自撮りしたらもうアウトになっちゃう。そう、一応なんか SNS はちゃんとした Twitter とかインスタとかはそういうのがその第三者から撮れないようにはできるけど、うんうん、明日奪いに行くから。おお、でもね、一応犯罪になっちゃうからね、そうやめた方がいい、うんうん、イルミネーションとかも場所がわかるんご。あ、そうだね。まあでもさ、イルミネーションの場合はさ結構私普通に広島のイルミネーション、平和大通りのイルミネーション見に行ったとか言うから、それはまあまあそこだよって感じ。だって東京とかだとさ、いろんなところでさ道がもうイルミネーションとかだもんね。すごいよね。確かに。まあでも基本的にお袖で撮った写真とかはなんかね、背景気をつけるか。
あえてその背景が綺麗なところに行くか、自分がみたいな。リアルタイムであげないのはってすごい。そうだね、私もう多分超それの人。なんか本当に超時差女だから本当になんかいつ何をしてるかわからない。女はシークレットがあるといいのよってコナンでも言ってた。シークレットウーマンなんちゃらって。そうそう、割とね、あ、ミステリアスがいい。そうだからね、本当にね、超時差女です。そうなの。だからたまに、あれこの子多分これって絶対なんかあんまり時差なさげな写真だけど大丈夫かなっていうことか言うけど、まあうまくやってくださいって思う。一緒にいるとなんかね、そうなんとなく分かっちゃったりするからね。そう、かわいい。まあうん、あんまり怖いよねとか思わなくなったな。まあもうそれが当たり前っていうか基本っていうか、そうだな。だね。今日もふわふわしてますね今日もふわふわしてます。ふわふわ。今日はね、夜ご飯はね、うどんを食べました。うどん。もうみんなは食べたかな。私はね、そう、いつもだったらね、いつぐらいだったら、もうちょっと遅い時間に食べたりするから、そう、ちょっと早めのね、夜ご飯。餃子食べなかった。餃子食べなかったです。うどんあ、麻婆豆腐いいね。いいね、麻婆豆腐はとっても素敵だ。さぬきうどんですか。うん、さぬきうどんじゃなさそうだったな。メンマ食べながら、いいよね、メンマ大好き。私もメンマ単体で食べたりする。ワンタン麺と餃子、雪だね。明日は何を食べようかな。いいね。ラーメン好きですか。ラーメン好きですよ。明日こそ餃子ね。餃子食べるのすっかり忘れてた。もううどんだった。もう夜ご飯うどん食べたいなと思って、もううどんの気分だったからずっと、はい、ちょっとうどんでしたね。明日はカツ丼。わー、すごい、もう決まってるの。素敵。明日はカツ丼、いいね、いいね、最高だね。雪ですね。
間ぐらいでちょっと私の月食タイムが始まります。私の月食はこれからです。すごい、めっちゃツイッターに月が上がってる。素敵ね。ね、素敵。たこ焼き、あ、たこ焼きはね、今日我慢したんだ。今日たこ焼き食べたいなってなったんだけど、我慢しました、我慢しました。そうなの。月がうまく取れなかったね。難しいよねやっぱりね。大丈夫、いつかねクレーターまで見えるようになるかな。あ、大阪行きますし、え、確かに、え、ありそう。ベストヒット歌謡祭って確か、今年はあるのかな。コロナ禍にな、なんかコロナ禍になってケータリングっていうのがすごく減って、そうなの。かな、なんだかね。オリーブオイルとかもらったの。そう、ケータリングがねあった歌番組があって、そう、お外に、だけど、フェスとかもケータリングがあるフェスとかもあったんだけど、なんだかやっぱりこのご時世だからなくなっちゃないことが多い。ケータリングって最近全然食べてないな。え、そうなの。その時にもらったねオリーブオイル、なんかこんなちっちゃい瓶の箱の6個入りぐらいのやつを、そのなんかそこのオリーブオイルかけてなんか食べるところに行ったら、それとあとなんかお土産でオリーブオイルもらって、それね怖いんだけどまだあるのよ家に瓶が。え、なんか中ある気がする。絶対賞味期限切れてるんだけど、何個か使って何個かはなんかまた違う時に食べようと思ったんだけど、なんかずっと記念に置いちゃってて、今もね確かにあるかも。怖って怖っ。そう、ちっちゃい瓶、このぐらいの、多分ね AKB の選抜の時だからね、もう絶対 3,4 年前とかのやつかな。まあでもオリーブオイルだからね、開けてもないし、ね、開けてなかったらねちょっと賞味期限見てみようと。ね、あ、TGC もケータリングないのかな。確かに、あ、なかったなかったなかった。私一回無観客でランウェイ歩いた TGC かな。一回無観客で歩いた時、の時は、そう、コロナ禍だったかな。あ、でもさ、お土産はいっぱいもらいましたいっぱいもらった、やった。
弁当は出るの？お弁当はね、出るよ。あとあれだ、 AKB さんの時の握手会がケータリングだったんですよ。 お昼が人数も多いから、ケータリング一個一個お弁当ってなるともうブワーってなるから、もう何百人いるからね、ケータリングだったんだけど、めっちゃ美味しくって、本当にもうお話しするのも楽しいし、休憩時間も楽しいしみたいな、もう一日ずっと楽しかったけど、ちょっと STU はずっとお弁当なんです。まあ人数も人数だから、ケータリングあの人数でしちゃうとちょっとあれがあれであれなのかなってなるんですけど、いつか STU でもケータリング、お話し会ケータリングですってなるぐらい頑張ろうねってずっと言ってるみんなで。いや、お弁当もらえるだけでももちろん本当にありがたいし、お弁当もめちゃくちゃ美味しいんですけど、なんだかそう、ケータリングの方がちょっと売れっ子感っていうかあるから。そうなの。ずっと小屋でも MC とかでもネタになってるよね。グループ一緒になった時のとかでもよく言ってたし、そうですっていうお弁当なので、ケータリングに なるように頑張ります。ケーキ話からケーキ屋出たりするみたいでね、すごいよね。まあでもその分はお弁当美味しいし、もちろん美味しいし、あとはやっぱりキングレコードさんがいつも美味しい美味しい差し入れをねくださるんですよ、みんなにさだからもうそれが食後のデザートって感じ、みんなそんな感じ、うんうん、そんな感じです。ありがたいよね、本当に。ありがたい、ね、キングレコードは何、星なの、コード、ひらがなでコードは、うん、なんでなんで、あ、ひらがなじゃない、カタカナ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 の、カタカナのコード、キングレ、キングレになってる、キングレ、コードは暗号という意味だから、暗号、暗号はなんだろう、なんでダメなんだろう、コード別に暗号、なんか変な暗号言わなかったらいいじゃん、別に暗号っていうのは別に言っちゃダメくないもんね。コードって言われて私は、あー、どんなこと言わないでってならないよ別に。欲しになるワードリスト欲しい、え、めっちゃ欲しい、めっちゃ欲しい、ねえ、なんか、ね、理由も知りたい、え、そうだよね、なんか、あ、豚とかも欲しいんだ、それはさ、なんかさ、豚って言われてさ、なんかあんまり豚ふさ言われるとなんか嬉しくないんじゃない？ちょっと悪口にもなっちゃうんじゃない？そう。だから星なんじゃない？でもコードってさ、悪口の対象として使わないよね。コードって
って言われて、嬉しくないかったりするのかな、なんか、うん、謎が多いね。お、そろそろ私は月食タイムに月食休憩を取ってきます。私そろそろ次は8時20分から配信します。よいしょ、はい、みんなもぜひ見てきてください。今完全に隠れてる時間なので。団長読みます。13位、剣あややいさん、ありがとうございます。12位、パステルさん、ありがとうございます。11位、山猫坊主さん、ありがとうございます。10位、ヒーロさん、ありがとうございます。9位、おいでませ元気さん、ちょさらゆみ、ありがとうございます。8位、ひろかずさん、ゆみにガチ恋、ありがとうございます。7位、けいさん、ありがとうございます。6位、すばるさん、ありがとうございます。5位、スランプくんさん、ありがとうございます。4位、かさおきさん、ありがとうございます。3位、いそけんさん、ありがとうございます。2位、ガントチャートさん、ありがとうございます。1位、バリーさん、ありがとうございます。はい、ということでありがとうございます。ちょっと10分休憩、写真とか撮るのでぜひまたメールに載せます。メールに、写真楽しみ。まあでもちょっと、はい、いっぱい拡大して、はい、頑張ります。同じ空見上げよう。そうだね、じゃあこの10分間はぜひみんな一緒に月を見上げましょう。ぜひ、はい、同じ月を見ましょう。10分間、イエーイ。お、10分になった。それではまた後ほど一緒に月見ようね。また後で、バイバーイ。いつからですか？これはもうやってるの？それとも11月中旬からとかかな。あれは明日から。いいこと聞いちゃった。明日から。え、ちなみにさ、アザマックって三角チョコパイないんだっけ？朝は食べられない？朝はダメなの？朝はダメなの？あ、新しいギフト。うん、三角チョコパイのいちごの話。明日らしいギフトはあさってからですね。あさってから、しあさってから10日までかな。11日からかな。うん、朝マックはないのか。ありがとう、教えてくれて。そうなのか。
うん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 、え、朝もあるよ。え、本当に？それはそれは全時間って書いてますね。おおおお、それは朝食べるしかですね。朝から食べられるね、嬉しい。朝ちょっと早起きしなきゃ、そしたら明日の朝。朝の時間は帰るようになったんご。そもそもとは帰れなかったのか、帰るようになったのか。へえ、そっかそっか。うんうんうん、そっかそっか。そっかそっか。もうちょっとかな。再び来ました。おかえりなさーい。おかえりなさい。あと1分か2分ぐらいで集まるかな。お、こんばんは、ゆみりんが8時20分お知らせします。ということでですね。はい、見てきました、見てきました、皆既月食メールに送りましたので届いたら見てくださいはい、めっちゃ見えた、見えた、みんなも見た、この10分間で月見ましたすごい上の方に、そう、赤かったね、ね、赤かった、赤かった、おお、大好きタワー、毎日タワーありがとうございます。コーラさん、ベストヒット歌謡祭頑張ってください、ありがとうございます、頑張ります、ありがとうございます、わしゃわしゃい、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます、大好きタワー、ありがとうございます、すごい、すごい、うん、よいしょい、今日も茶色のマスカラなんですがどうですか、いいよね、茶色のマスカラ、ベストヒットも茶色にしよっかな、ちょっと悩んでます、迷い中、ベストヒットは、ベストヒットは迷い中、迷う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 です、どうしようかな、どうしようかな、442年ぶりだっけ、それはね、天王星がね442年ぶりでね、月食はねいっぱいあるよ、まあ、いっぱいあるって言っても毎日あるわけじゃないからね、レアレアの空ですよ、レアレアの空、つくしちゃん、つくしちゃん、つっきー、なんでつっきーなんだろうね、つ
くしだけど、ツッキー、あー確かに、しかもそうだね、雲がなかったりお天気が良かったり、ほぼほぼ全国的に見えるんだっけ今日は、皆既月食ね、ほぼほぼ出ないかな、中継とか出なさそうだな、ほらほら、はい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 ね、なんかネットとかだったら出るのかなね、えそうだね、うん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 、楽しみですね、ね、あさって楽しみだね、あ、ネットでライブしてる、あ、そうなの、いいね、そろそろ終わっちゃうので見てきてください皆さん、見てみて見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 て、今日は割と早めの気象だったので、ちゃんと寝られるかな夜、最近ね月が悪くって、あそれかな、でも今日どうない、ある、あちょっと分かった、ライトの加減かな、この辺だったら雲なさそう、そうなんか寝つきはあんまり良くないかも、なんか寝ちゃえば全然寝るんだけど気が良くなくて、でも朝もね眠たいの、うん、ヤクルト1000飲んでみた、あちなみにヤクルト1000はね飲んでるんですよ私飲んでるんですよ、そう、えらい、最近結構割と一時期よりかはね見るようになってきたよね、コンビニだったりとかでね、さすがそう、くまねちゃんはねそう一緒に寝てるよ、くまねちゃんとマイアンも寝つきが良くないって言ってましたよ、あ本当に、じゃあ一緒だ嬉しい、じゃあ今日の夜寝つけなかったらあマイアンと一緒だって思いながら寝ようやったー、一緒だ一緒だ、過ぎると寝れないことあるよね、いやでもね疲れすぎでもなさそう、あプリッポッキーのプリッの日じゃん、あと明日の明日の明日、こんばんは、こんばんは、こんばんは、どうしたらいいことやら、どうしたらいいことやら、いやでも嘘みたいな月だったな、その皆既月食になる前の月見ました、あのねまだ低い位置にあるね月をね見たんですけど、
隠れない月、なんか嘘みたいな月だった。ドラマに出てきそうな貼り付けた貼り、なんかドラ、なんか嘘みたいな、本当に CG みたいな感じの月だった。見た？やばいよね、なんか月って。あ、ミスドも食べなきゃ。いやー、ミスドの CM じゃなかった。あんなにミスドが食べたくなったのに、アプローチの CM だった。そんな、そうなのか。あと今日の月でかくない？大きくないですか今日の月ね。え、月旅行行けるかも。月旅行行きたいな。もうちょっとお手頃な値段ででしょ。もうちょっと、あと50年ぐらいしたら。でも75でしょ。な、私の75は何千万かけて月に行きたいのか、何千万をなんか孫とかにとかに使うかって言ったら、多分孫とかに使うんだと思う。孫に使ったりとか、ちょっといいお野菜買ったりとかそうにしそう。もう別にあと何年生きるかわかんないしって感じでどうだろう、もうちょっと安くなったら行くかも。何千万とかだったらまだ行かないかな。いや、でも行かない。その時に私が何兆とか持ってる人だったら行くかもまあ何千万だし、ちょっと5回ぐらい行っとく月って感じで月行ってるかもしれない。確かに、いくら持ってるかだよね。いくらは皆さんはいくら持ってるんですか。いくら持ってるんですか皆さん。全然教えてくれない、全然教えてくれない。みんな私のこといっぱい知りたいのに、みんな自分のこと全然教えてくれない。まあ殺されちゃうからね、お金あるって分かった。嫌だよね。そうだよね、うん、そうだよね。ある程度ある程度じゃあちょっと匿名の投票。あなたは貯金が、あなたは貯金が1、100万円以上あります、2、ありません。はい、あなたは貯金が1、100万円以上あります、2、ありません。これそう匿名なので、どっちでもいいです。自分の方で、まあ学生さんとかいるからね。はい。十九八七六五四三二一えい。おお。
65% の人があります。へー、ありがとう、教えてくれてリアルな投票結果。確かになんか学生とかだと貯金なんてできないもんね。うんうん、ミリンとキスできるかな。ああ、結婚したらねできると思いますよ。それは貯金するより使いたいよ。あ、いいですね、いいですね。みんなあと100万円は絞れるのかめっちゃ面白い。みんな貯金も大切だよ。貯金もしてね、貯金もしてね。みんな教えてくれて、なんかこの生活してたらなんか普通、社会人として一般的にみたいなのをさあまり知らないくなっちゃうからさ、そう分かんないんだよね。確かにお話し会何回できるかなって。そう、 60何%の人が何回分来れるかな。ティクタク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 。ねえ、まあ好きなことに使ってください皆さん。好きなことに使って。まあでも自分が何に使うのかはもう自分でしか決められないので、なんかそう、自分が使いたいように使って、もう私に使いたいって思ってくれたらそれでもいいし、あの貯金したいってなったらそれでいいし、どっか旅行したいってなったらそれでいいしね。もちろん、ね、自分で働いてたお金だもんね。夢は愛より現金。いやー、愛ですよ、愛、愛ですよ。なんかめっちゃわざとらしいわざとらしく聞こえるけど、愛ですよそれは。あ、貯金より株をたくさん買いたい。え、いいね、かっこいい、とってもかっこいい。うーん、あ、そうだ、みんな見てきて見てきて。そう、私はね、そう、ちょっと実況されてももう見えないので見てきて、みんな。
ぜひとも月気になる方見てきて。私はもうさっき10分間もらったので月休暇月休暇もらったので大丈夫だよ。ありがとう。うわー、でも明日はちょっとメモしとこう。月見パイ、月見パイじゃないわ、ちょっといろいろ混じった。三角チョコパイかっこいちごかっこ閉じる、かっこ閉じた。あーとあれだ、はい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 、よいしょ。月見パイも美味しかった。ああいいね。でも私は月見バーガー派ですね。楽しみだな。楽しみだな。楽しみだな。明日何時からやってるんだろうな、そこ。あーはい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 、あーはいはいはい、あーはいはい、あーはいはいはい、あーはいはい、はい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 、いいね。明日の予定が埋まっていきますね。あ、エッグマフィン美味しい。いいよね。わかる。わかるわかる。とってもわかる。うん、あ、でも明日食べ、私ね、最近、そっか、油物がすぐ肌荒れちゃうようになってきちゃって。そうなの。本当にすぐ。次の日とかにポツポツってできちゃったりするんです。全然寝不足とかじゃなくて、本当にあのコンビニのスナック、コンビニのレジ横のチキンとか、もう一撃でやられちゃう。唐揚げとかもね、そう、すぐ肌に出ちゃう。体質が変わったの？いや、それか、なんか最近気がついたか、ようやくなんか油物を食べない日が続いて、食べて次の日にとかで、あ、私もしかしてなんだか肌荒れが治らなかった時とかって、もしかして原因はこれだったのかとかなって、そう、確かに体質が変わったのか最近気がついたのか、どっちかですね。どっちかです。どっちでしょう。まあでもどっちかです。そうだからね、いっぱい食べたいんだけどね、歌番組で、そう、肌荒れしちゃうと悲しいので、はい、だからそう、また歌番組終わってからいっぱい食べたいと思います。
触り心地はね、まあプニプニですプニプニです。見た目もプニプニ。花粉症ですか？めちゃくちゃ花粉症、超花粉症。多分ね、秋もちょっとかじってると思うな。本命は春なんだけど、秋かじり花粉かな。そんなにだったけど、ちょっとあららって感じの時あったから、うん、そうだった。そう、アレルギーをね見たいんだけどね、注射が怖くて。アレルギー検査ができないの。なんかね、多分他にアレルギーねあると思うんだけど、そうなの、あると思うんだけど、うん、知らないそう。でもまたね、今年中に献血も行かなきゃ。今年献血行けてないから、献血、20歳の献血みんな献血行ってる。お方好きなのにアレルギーあった。そう、献血行くとね、でもなんか成分表示っていうか、なんかいろいろ調べておくれる。アレルギー検査はないけど、そう、うん、献血もうちょっとだから、ね、でもね、そう、勇気がまだ出ない。やっぱりちょっと注射がダメなので、あれは何十分も刺されるんでしょう、うん、ちょっと考えたくない。あーってなっちゃうそう、でもね、注射が無理な方とかね、そう、私も注射がねダメだけどね、献血は行ってるって言ってもまだ1回しか行ったことないけど、そう、行ける大人になろうと頑張ってるので、一緒に頑張りましょう。献血の針は大丈夫なの？え、全然大丈夫じゃない、大丈夫じゃない。点滴とかどうするん？え、もう絶望絶望。でも点滴される時ってもう結構体力的に絶望な時だから、もうどうにでもなれって感じ、もうどうにでもなれっていう感じ。予防接種とかもね、そう、頑張ってるけど、本当はやりたくない。本当はやりたくない。見ると、あ、なんか先端恐怖症とかじゃなくって、あの刺されるのがね、うわーおかかかかかかってなる痛い、めちゃくちゃ痛い、口のとこがへ
平気。でも全然平気じゃない、本当に全然平気じゃない。そうだな、逆に好きな人もいるよね。まあでもね、いろんな技術は上がってどんどん針が細くなったりとかしてるのでね、将来痛くない、本当に痛くないし何も感じないね、針とか発明された時にあのアレルギー検査に行こうと思いますね。いろいろ発明どんどん進んでますしね、あの蚊が刺しても痛くないし何も感じないのをいろいろね調べてくださってたりするので、うん、そうなったら、ね、本当に痛くもなんともない注射針ができますよね、いつか。そうだからなんかまだ PCR の唾液とかこの唾液だったり出すやつだったりとか、その中ほじくるやつとかじゃない、まだその前の時になんか抗原検査か PCR かわかんないけど、なんかこうパチンってやってここ針で刺してここの血取ってそのコロナのやつをやるのが一番最初らへんにあったんですよ。そう、抗体検査か、抗体検査なのか、なんかそれをなんかそれをすっごいやって、なんかだからそう、いや本当にねあれね、自分でねカッてやってプシッてやってプシッてやってハーってなってやるのだから本当になんかね、みんな痛くない痛くないよってマネージャーさんとかね言ってるしね、メンバーとかもね、え痛くなかったよって、すごいなんかパチンって言うだけだよとか言ってたのに、痛いのよ、普通に痛いし血出るし怖いし自分で刺さないといけないしめっちゃ怖くって、で一番最初の時は本当に無理だったからもう自分でできないからマネージャーさんになんか好きなタイミングで押してくださいって言ってマネージャーさんにパチンってやってもらったのと、いやでも自分でやったことないかも、全部マネージャーさんにやってもらってるかも。そう、頑張りました。えもう本当になんでなんでこれ前もやったじゃんってなってた、いつもまたこれやりますって、前もやったじゃんこの間やったじゃんこれってさなんでそんなに私の血が欲しいなってなってた、本当にそう本当にそうなの、何回もやったの、なんでそんなに回数やったんだろうね。でそれは多分そのいろんなところに行くから、私もだからその行く前だったり行った後だったり、そのもし何かあったらすぐね分からないといけないじゃないですかね。だからそれはもちろんマネージャーさんだったりスタッフさんは全然間違ったことはやってない
んです。普通に定期的にやらないといけないものなんですけど、そうだからそれが唾液とかになった時にはもう本当になんかお安いご用さって感じだった。でも病院とか行くとあのインフルの時みたいに鼻からもううわーってやられるじゃないですか。あれは慣れないよね。あれはインフルの時から慣れなかった。もうなんか突き抜け、もう頭突き抜けられる、そこまで行くと頭突き抜けるでしょって感じのところまで、そう、いやそんな入んないって、もう入んないって痛いしっていう、ちっちゃい頃とかインフルエンザになってきついっていうより、インフルエンザっぽくなったらあれやらないといけないから本当に嫌だった。本当に嫌だった。でもね、もう本当に毎年インフルエンザになる子だったから、 A も B もなるみたいな、ほぼ毎年だったから、ほぼ毎年やってました。そうだね、一番正確な結果出るんだよねってね、すごいよねこれ考えた人、本当に。途中から私 STU に入ってからね、インフルエンザなってない。そう、ちょっと気張ってるのかもしれない。 STU じゃなくなった途端にインフルエンザになるかもしれない。そしたらね、ね、入るまで前ほ本当にほぼ毎年なんて、この20年間ぐらい STU 入るまで生きててならなかった年って、その乳児とかを除いたら本当に 1、2回かも、1年間ならなかった年って、それぐらいね本当に毎年なってた。どっちもとかA も B もとか良くなってた。そう。そうだね、なんかグループ入ってから休みたくないっていう、なんだろう、かん病は気からなんだろうね、きっと。私はみんなは、みんな全員がそうじゃないけど、自分のせいで自分の仕事を迷惑かけたくないし、そう、ワクチンはね、3回打ちました。すごい、全然3回目もね、めちゃくちゃ熱が出て、よ、なんか全然4日間ぐらい下がんなかった、ずっと。なんか 3日目か4日目かに下がったかなと思ったら、まだ全然下がってなくってみたいな。そう、大変。ねえ、なんかなる人とならない人いるって。ちょっと私はね、結構ね、そう、熱めっちゃ出ちゃう人、2回目の時もねめっちゃね、そう、3、4日熱出たのよ、
あ、すごいみんな5回目打ちます、4回目打ちます、頑張れ頑張れ頑張れ。まあでも受ける受けないわね、そう自己判断なので、はい、全然受けた方がいいも受けない方がいいもね、それは、うん、自分のことだから。ねえ、そうだよね。また年末に向けてちょっと増えてるってね、ニュースで見るし、ちょっとね体調も整えなきゃいけないですね。明日5回目打ちます、頑張れ。副反応あんまり出ないといいね。ね、なんか受けられない人もいるかね、こう体調的にね。うん、そうだよね。そう、あとはそう、なんか毎回同じお医者さんに打ってもらってるんだけど、はっ、って感じです。でなんかでこの辺まで上げないといけないじゃん、でこの辺まで上げて、はい、じゃあその辺まで上げててねって言われて、なんかしゃべ、なんかそう看護師さんにお医者さんにこうやって伝えてねって言われたことがあって、あ、なんちゃらがなんちゃらって看護師さんが言ってましたって言ったら、それなんちゃらねって、でももうこれ打ってるからね、はい大丈夫だよって言われて、終わった、すぐああ慣れてるってさそう、めっちゃ慣れてる、お医者さん、さすがお医者さん、安心安全の。まだ油断大敵ですね。ね、まだまだ油断大敵ですね。私も5月にねなってるけど、今のとは違うやつだからもうなってるとはいえもう関係ないもんね。うん、だから本当に気をつけてる。気をつけなきゃだし、ね、でも STU 自体は結構落ち着いてきたよね。そう、みんなでなったのは5月くらいかな。ね、そう、とはいえ、くらいとはいえね、みんなでなっちゃったから。あれだね、最近なんかみんな全員で何かをするっていうのがないからね、あの時はそう、なんか全員で動くことがいっぱいあったから、そこでねお互い渡し合っちゃってたのかな。ちょっとバタバタしてたしね、みんな。うん、
から歌番組でね、そう、分かんない、まあとりあえず10日終わったらまだあと何個出れ、ま、何個出れるかなって、次何に出れますかっていう感じなんだけど、もしなんかこれも出れますこれも出れますってなったらさね、これからみんなでいっぱい会うことになるからね、お互いが引き締まって頑張らないとだよね。とはいえ気をつけてでもなっちゃうこともあるから、その時はね、ゆっくり休もう、誰がなってもそれは、うん、ね、おししかたかたん、おししかたかたんね、そう、うん、なんかこの数年で正しい手の洗い方っていうのがもうなんか身についたよね。もう泡立たせばいいんでしょとかじゃなくて、ちゃんとさ、もうあの手首だったり爪だったりとか手の間だったりとか、もうなんか菌を落とそうっていう手洗いに変わったかも。なんかそう考えると自分って手洗いってなんか普通にわしゃ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 してわしゃわしゃしてわしゃ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 じゃーみたいな感じだったかな思ったね。ちゃんと外から帰って、しかもすぐ直結みたいな、直結直行直行、手洗いに直行、手洗いの大切さね。そう、本当に、あとなんかむやみやたらになんか人がいっぱい触ってるところに触らなくなったのね。とか触ったらなんかすぐ消毒したりするようになった。あとはいろんなところに消毒液がね置いてあるから、その消毒する頻度が増えるよね。ね、あんまり合わない人とかはすぐ手荒れちゃうけど、それがね、それはほどほどにだけど、うんうん、そう、あ、確かに除菌シート、確かに私も持ち歩いてるね、なんか食べる前とかね、そうなんだよね。確かに。あ、職場がフリーアートですね。かっこいい。けどあれか、なんか引き出しとかに入れられないからそこは不便なのかな。かっこいいフリーアイドレスの机、うん、確かに消毒ってもうね、当たり前にやるようになって、世界は変わっていくんだな、いろんなことがね、うん、そうだよね。
しね、早く戻ってほしいよね。ということで、ちょっとメールを送ります。私メールを送ります。もう9時だね。10時前ぐらいには終わろっかな、配信ね。たった一つの地球の上ね、なんか地球の上って感じしますよね。こうやってみんなで天体観測して、とっても素敵レスイート、レスイートね。じゃあ月様見てね。しなく、世話しなくっていうよね。世話しなく。寝る寝る。ティニー、ティニー。あと1つ、あと1つ、お休みメールだな、これは。一緒の時間に見れたの嬉しいね。ね、一緒の時間に見れたの嬉しいね。あ、ありがとう、こちらこそ呼んでくれてありがとう、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 ありがとう。ちょっと私のスケジュール、はい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 、こうなってこうなって、ああなるほど、はいはい、すごいのが見えますね。こんな、なんかいいね。こうやってで、次のね、皆既月食もね、一緒に見られるといいね。3年後、
3年後、25年、2025年、3年後、ゆびにに教えてもらんかった、見てない、本当に。そっか、見たいね、ね、見たいね。みんなその時までぜひ元気でね。ファン元気でいてください、ぜひ。何してるだろうな。どうなってるかな。3年後、このコロナ禍はもう終わってるのかな。もうライブで声は出せるのかな。ねえ、出てほしいね。ねえ、本当に。だって最初お話、握手会がさ、最初中止になった時とかさ、まさかこんなに会えなくなっちゃうとは思わなかったよね。中止になってすごく残念だったけど、なんかこんなにね、いろんなことができなくなっちゃうって、いろんなことが変わっちゃうって思わなかったもんな。確かにオンラインお話し会になって直接は会えないけど、逆に直接会えない人と話せたりとか、なんか当たり前に日本に来てる人じゃない、なかなか日本に来れない海外の方だったりとか、あと長期入院中の方とかね、わざわざそのテレビ電話ができるところまで移動してお話し会してくれたりとか、そう。あー、確かに配信は確かに増えたかな。増えたか、増えたか。意外とそんなに変わってないかも。そう、そんなに変わってないかも。最初からなんかしてるんだかしてないしんだかわかんないぐらいしてたりしてなかったりしたから、そんなに変わってないのかな。自分的にそんなに配信の頻度とかは、あ、変わってないかな。ね、あまり変わってないね、意外と。そうない。劇場公演とかも48グループは毎回配信がもともとあったもんね。ね。
オンラインお話し会ってなんかもし完全に握手会ができるようになったとしても1日ぐらいあってもいいかもね、もしかしたら1日だけ。逆にそっちの方が人気になっちゃったりして、今はリアルお話し会がすぐねみんな完売しちゃうけどね、それこそ3年後とかは人1日しかないリアルお話し会の枠をめぐってみんなリアルお話し会から撮ろうみたいな感じのねえなってたりするかな。変わるだろうな3年。あ、広島駅ができてます、3年だったらずっと工事してる広島駅がもうできてますよ。やったーやったやったー改装中、そうずっとね工事してるの。ねいつからだろう、もう3年前とかからしてたかな。3年前4年前ぐらいからしてた。私が広島来てからちょっと経って始まったかな。最初の1年とかはそんなにしてなかった気がするけど、うん、そうなの。ずっと工事してるねえ。あれ前は上で通り抜けができなくって、駅の反対側に行くには地下道を通らないといけなかったの。そう、それがまずは上が開通しただけでもねすごいなって思う。あれ上開通しなかった時なんかもう逆にあんまり思い出せないかも。新幹線口の方とか思い出せない。その在来線の方は噴水があってね、駅の前にお尻みたいなね噴水があったの。うんうん、あれ何なんだ、私ずっとお尻だと思ってるったんだけど あれなんだろうな。あ、マックあった、そう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 。新幹線口側じゃないよ、あれ在来線口側だよ。じゃないっけ、あれ在来線口側じゃないっけ、ね、南の方、南口の方にマックあった。ね、そう、二葉田署もねなくなっちゃったしね、広島駅の隣の駅ビル。そっかり、よかった。そう、広島駅にマックがなくなっちゃってね、悲しい。広島駅マック行ってたなってみんな行ってる、みんな行ってる。
しかもめっちゃいつの間にか、なんか私工事をめっちゃやってる時期に結構東京にいて、 AKB さんのシングルの活動とかで1ヶ月とか広島離れて帰ってきたら、何これみたいなのめっちゃあった。もう帰ってくるたんびに広島駅が新しくなってて、そう、何これって、あ、こんなのができてるとか、こんなお店ができるんだってなってたし、あとはそのあ、なんかこれがなくなっちゃったとかなってた。街が変わってた。いや、あの駅はねずっと工事してるから、そう、だから駅がすごく変わってて、帰るたびに広島に。なんかこれがさ、もし私が工事する前の状態しか知らなくて、久しぶりに広島に帰ってきたら、なんかこう新しくなってて、すごくなんか嬉しいような寂しいような気分になるんだろうなって思ったね。そう、徳山駅し広島、山口だと徳山駅も新山口駅も結構変わってて、どっちもねずっと工事しててめっちゃ綺麗になった、うん、すごい、そう、めっちゃめっちゃ綺麗になった。そうなの、そんなに長く工事、あ、でもだいぶしてるかな広島駅。うん、あ、渋谷も、確かに渋谷も工事してるよね。そう、ちょっと私渋谷ほぼ毎週行ってる人だからね、その NHK があるんで。ところが工事してるんだ。うーん、一般的な家ってさ、どれぐらいで建つの？例えば2階建ての家を建ちますってなったらさ、1年ぐらいで建てられるのかな、普通の民家で。そのなんかこだわりにもよるけど、大体だと半年ぐらい。え、そんな早く、そんな半年、そうなの？2階建てでも木造だと3ヶ月くらいかな。え、そんな、そうなの？そんなに早いの？そうなんだ。早いものは3ヶ月。そうなんだ。そうなんだ。私2年ぐらいかかるんだと思ってた。
基礎からだからだともっとかかる。え、どういうこと、あの、ん、どういうことあのなんか土台を作らない場合もあるの？逆に基礎できたらってさ、あれでしょ、なんかそのなんか四角くなってるやつでしょ、あれ作るのにじゃあ逆にどれぐらいかかるの？基礎工事にどれぐらいかかるの？にめっちゃ時間がかかるの。基礎が大切だからね、何事もね。あ、1週間から10日、あ、そんな そんな、え、そうなの、え、半年で家って建つの？なんだ、うん、あ、そうなんだ、そうなんだ、へえ、そうなんだ、すごいね、家作る人って。計算も大工さんもすごいな。ねえ、ねえ、すごい。毎日大変。家ね、家建てたい人ですか？建ってる？もうみんなは。もういらないかな。ちょっと仮暮らしだよ。かわいいアリエッティだ。あ、マンション、マンション暮らしです。賃貸で大丈夫かな。最近どう、家建ててる？マンションでいいかな。建ってます。建て売りが一番。小さな小屋作って。100年ほど前に建てた。職人ってかっこいいね。ドンジャルに言って、もう本当に本当にマンションが楽だな。住宅ローンを抱えてます。ユミニとタワーマンションに住む。あ、でも私多分タワーマンションには住まないと思う。マンション派です。老後考えると持ち家あるといい。そうなんだよね、老後考えるとね、戸建てがあるといいよね。
あ、田舎に新築の戸建て買った。え、そう、私それがいい、それがいい。どこに建てたの？どこに建てたの？お部屋一部屋余ってない？家の中に暮らしそう。え、なんかツリーハウス、ツリーハウスをこの間テレビでやってて見たんですけど、ツリーハウスって木が成長しちゃうから、その永遠のものじゃない。だってその時の木に合わせて作るけど、木ってそ生きてる木に対してツリーハウスを作るから、そのどうしても木が成長してっちゃって10年ぐらいでもう形が変わっちゃうっていうか、もうね、なんか木が成長してるメキメキメキって感じになるんだって。すごいメンテナンスとかしないと。そう、すごいよね、切って生きてるんだよねってなった。そう、すごいよね、切ってすごいよね、本当に自然ってすごい。そう、でもそのツリーハウスの職人さんとかがちゃんといて、その時の木のに合わせて全部一からね、同じ全く同じ木とかはないから、もう一から全部設計するし、ね、全部オーダーメイドだよね。そう、だからなんかそういうのもいいよなって思った。でもこう永遠な家じゃなくって、ね、その時楽しむものっていうか。ちょっと憧れるよね、ツリーハウスって。自分のツリーハウス欲しくない？ツリーハウス、でも自分のツリーハウスまでは行かなくていいけど、なんかツリーハウスに泊まってみたいな。探してみよう、ツリーハウス、ツリーハウス宿泊。あー、でもなんかあるんだやっぱり。へー、あるんだ。あ、なるほどね。こう木にツリーハウスじゃなくって、もう木に沿ってじゃなくってさ、もう自分で木作っちゃうやつね。はい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 。木に沿ってじゃなくってね。なるほど。あ、でもこれは木に沿ってだ。キャンプ行きたいな、キャンプ行きたいな。もう寒いかな、キャンプ。寒いかな。これかわいい、青森県のかわいい。そうだよね、夜寒いよね絶対、冷え切っちゃいそう。あー、秋だったなー。まあ春か、次春か、春行けばいいか。寒そうだけどグランピングはしたい。あ、でもなんかココアと泊まったところは、弓ココアでご褒美ロケで泊まったところは、割ともう夕方から寒くなる時期だったんだけど、そうグランピングの中がめちゃくちゃ暑くって、私はそう
寝るときにめっちゃ暑いぐらいめっちゃあったかくって、外はもう凍えるぐらい寒いの。外だと凍えるぐらい寒いんだけど、ちゃんと暖房がついてるからめっちゃあったかかった。楽しかった。いい設備だったね。そう、よかった本当によかった。楽しかったな、本当に楽しかったな。グランピングは憧れだな。ねえ、憧れだよね。またマイカーでしたいな。ねえ、ふちゃん卒業の時にみんなでバーベキューしたりとかいろいろしたから、ね、またやりたいな。おきちゃん就任ずっともキャンプファイヤーみたいな、ね、よくないですか。とってもよくないですか。あ、キャンピングカーはね、なんか小学生の時にめちゃくちゃ憧れた。私キャンピングカー生活したいって思ってた。ありますよね、そういうの。キャンピングカーで暮らしてる方とかいますよね。にめちゃくちゃ憧れてた。キャンピングカーで寝泊まりしたいって。キャンピングカー欲しいよね。うちのパパ買わないかな買わないかな、キャンピングカーねえ、一回はなんか乗ってみたいな。あれお高いんでしょ。あ、ねえ、そうだよね。まあだってもう家じゃん、あれは。それなりの、あ、今安いやつあるらしいけどガチのやつ欲しいね。確かに確かに、なんかちゃんとしたっていうかね、欲しいよね。わかる、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 わかるよ。もう10時になっちゃうね。あ、ちょっとそろそろ終わりますが、ちょっとその前にメールを送りますそろそろ終わろうかな、配信。ありがとうございます。まったりまったり。ありがとうございました。あれさすがに寝ながらだとダメなんだよね。の動いてる間はちゃんとシートベルトして座っとかないとダメなんだよね。あの上にベッドとかあるけど、だよね。何人まで乗れるんだろう。ねえ、あんこちゃんも、あんこちゃんも乗って、ね、家族で旅したいね。ふわふわ。キラキラしてる。キラ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 。ありがとうございました。でも明日は配信がないので、次はベストヒット歌謡祭で
お会いしましょう。ベストヒット歌謡祭。よろしくお願いします。明日の朝、明日の朝と間違えた間違えた。明後日の朝、明後日の朝またツイートするので、おはようございますって。はい、なのでぜひ拡散してくれたりとか、応援コメントくれたりとかしてくれるととても嬉しいです。割と朝早めのツイートになるかなって思います。はい、よろしくお願いします。ハッシュタグとかあるの？どうなんだろう。今回はないのかな。なんかいつもなんかあるよね。シティはなんちゃらで見るのが一番可愛いみたいな。なんかないんじゃない。わかんないけど。ちょっと聞いてはないですね。でも当日なんかツイッターの方が言ってたら。それかな。私は今のところは聞いてないです、何も。何も聞いてないです。もう STU48 でいいかな。そう、 STU48 あと、みんな滝野由美子は頼みました。みんなにかかってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとう。よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。はい、頼まれました。ありがとうございます。それでは、じゃあ壇上を読みます。13位、七福神さん、ありがとうございます。12位、ホアンさん、ありがとうございます。11位、ひしえさん、ありがとうございます。10位、はるさん、ありがとうございます。9位、けいさん、ありがとうございます。8位、おっくんさん、ありがとうございます。7位、 OGM さん、ありがとうございます。6位、スランプくんさん、ありがとうございます。5位、ガントチャートさん、ありがとうございます。4位、笠置さん、ありがとうございます。3位、イソケンさん、ありがとうございます。2位、バリーさん、ありがとうございます。1位、コーラさん、毎日愛し、ありがとう。こちらこそありがとうございます。毎日タワーもありがとうございました。ありがとう、今日もタワーありがとうございました。コーラさん、おやすみなさいです。はい、ということで、もう月食終わったのかな。何時までだったんだっけな。もう40何分とかで終わりだよね、確か。部分食の終わり21時49分。ちょうどもうお月様が月々してる頃ですね。月々、お月が月々してます。ほぼほぼ終わってるところですね。ちょうど、すごい、私すごい、ちょうど今日なんか月食に合わせての配信だった。めっちゃだって本当にちょっと最ね、途中月食休憩あったけど、なんか月が戻ったので月に戻りますみたいな感じ。月が隠れてる時しか配信ができない。月が元に戻ったので、じゃあ私は
家に帰るので配信を終えたいと思います。はい、53分か。だから本当に4分前とかに終わったのか。写真撮ろうと思ったけど小さくて。そうだよね、私もちっちゃかったからめっちゃね、メールの写真とかね超拡大したわ。いっぱい頑張った。これだけ見るとさ、何が何だかわからないよね。本当にね、本当に本当にだよね。はいですね。はい、それでは今日も最後までありがとうございました。明日も一日頑張りゆみりん。それではおやすみなさい。またあさって、メールの方は明日、メールじゃない方はまたあさってのベストヒット歌謡祭で会いましょう。ぜひぜひよろしくお願いします。それではおやすみなさい。バイバーイ。